はい、こんにちは、酒井です。今回はですね、2020年の7月から8月にかけて行われる YouTube の広告収益に関する大きな変更点というのを4つお伝えします。まず1つ目、6ヶ月間投稿がないと収益化の権利が失われる可能性があるということですよね。で、これはですね、最近の YouTube の収益化ルールで変更があった項目です。で、正しくお伝えすると、6ヶ月以上チャンネルの活動がなく、動画のアップロードやコミュニティへの投稿が行われていない場合、YouTube は独自の裁量により条件を満たさなくなったチャンネルの収益化の資格を取り消す権利を有しますっていう内容なんですよ。で、実はですね、この項目自体は以前から書かれていたんですよね。なんですけども、今回改めて規約の更新が行われ、これまでは6ヶ月間活動なくても、実際には収益化停止しないなど、こうちょっと緩くね、取り締まっていたんですけども、これからはね、改めてきちんと精査していくっていう方針を明確に伝えるものとなっております。なので、長期間のチャンネルを放置すると収益化の権利がなくなる場合があるので、動画投稿やコミュニティへの投稿っていうのを定期的に行うようにしてください。そして続いて2つ目。ミッドロール広告が8分以上の動画につけられるようになったということですよね。これ結構大きいと思います。ミッドロール広告っていうのは動画の間に挟み込んでいく広告のことなんですよね。で、これまでは10分以上の動画にしかミッドロール広告っていうのは入れられなかったんですけど、今後は8分以上の広告に入れられるようになりました。で、これによって、これまで、例えばジャンルとかテーマでどうしても10分以上動画を作るのが難しかった。例えば10分以上にするとどうしても視聴率が落ちてしまって動画のクオリティが落ちてしまう。だからでも広告をつけてから無理やり、例えば7分とか8分の動画を10分にしていたっていう方、いたと思うんですよね。だその方に結構朗報になるかなと思います。だそういった方には、こうやってミッドロール広告を入れるチャンスが増え、広告収益が上がることっていうのが期待できます。なんですけども、やっぱりミッドロール広告、動画の間に入れていく広告をやっぱり邪魔とか迷惑だって感じている視聴者もやっぱりいます。で、迷ってる方は、自動で配置っていう設定にしてもいいなと思っています。で、YouTube では AI によって映像や音声の自然なこの切れ目なんかをこう探し出して、ミッドロール広告を入れる適切な位置っていうのを見つけるように組んであるんですね、プログラムが。で、調査によると、自動的に配置されるミッドロール広告っていうのは、自分らでこの手動で配置していくミッドロール広告と比べて、視聴を妨げることが少ないっていう回答が2倍以上あったっていうデータもあるので、こちらもですね、ちょっとぜひね、使ってみてください。で、こちらの変更っていうのは、7月末から行われていきます。で、過去の動画でも8分以上のものには、自動的にミッドロール広告がつくようになっていきます。なので、あえてミッドロール広告を入れたくないっていう動画がある場合は、7月の27日までに手動で設定してください。ね、例えば、瞑想の動画、こう一緒にこう瞑想して目をつぶってこうなんかこうやりましょうみたいな動画だと、間に広告が入ると急にこう意識途切れてしまいますよね。だから、意図的にそういうの入れたくないっていう広告がある場合は、こういった風にして手動で設定しておいてください。なので、このタイミングで一度自分の動画を見直して、広告を入れるべきかどうかっていうのを考えてみるのもいいと思います。続いて3つ目。8分未満の動画に広告がつかなくなるっていうやつなんですよね。で、これですね、2020年の3月ぐらいからいろんな方から、酒井さん、8分以下の動画に広告つかなくなるんですかみたいな質問たくさんいただいたんですよ。で、私としてはそんな情報をね、YouTube さんから教えてもらってないし、知らなかったし、どっから広まったもんだろうってね、思ってたんですよ。で、これに関して調べたので、できるだけわかりやすくお伝えします。で、詳しく知りたいなってことは、8分以下の動画に広告つかなくなるとかで検索していろんな方の詳しい動画見てください。今回はですね、なかなか詳しくない人のために、こう、ざっくり知ろうと。で、果たしてつかなくなるのかつくのかっていうところだけね、知ってもらえばいいかなと思いますけど、結論から言うと問題に全くないです。で、ちょっとね、詳しく説明していきますね。じゃあそもそもこの8分未満の動画に広告がつかなくなるっていうのはどういうことかというとですね、これはネット広告のガイドライン、ルールを提供している Better as Standards からのものなんですよ。で、これが2020年の2月に発表がありました。Chrome ブラウザーで8分未満の動画コンテンツで特に混乱を招く広告3種類を2020年8月5日以降ブロックして表示されなくするっていうものなんですよ。で、これはですね、YouTube だけじゃなくてですね、いろんな動画投稿サイト、例えば日本だとやっぱりニコニコ動画っていうのも結構有名だったりしますよね。あとはだからアメリカとかイギリスとかいろんな海外行ったりすると、YouTube 以外にもいろんな動画投稿サイトあるんですよ。大なり小なりちっちゃいのいろいろね。で、そこら辺にやっぱり全部広告でやっぱりその運営してたりもするので、その広告を大体規制するものっていうことでちょっとね、覚えておいてください。で、その混乱を招く広告3種類ってどんなものかというとですね、まず1つ目。動画の前に表示されて、最初の5秒以内にスキップできない31秒を超える広告。で、二つ目がですね、動画の途中に
表示されて、ユーザーの楽しみっていうのを妨げるミッドロール広告。で、3つ目がですね、動画の再生画面の3分の1の中央に表示される広告、または動画の 20% を覆う広告っていうものなんですよ。で、これを見た人が、あ、8分以下の動画に広告つかなくなるんじゃないかなって不安になったんだと思うんですよ。でもね、よくちょっともう一回考えてみましょう。1つ目、動画の前に表示され、最初の5秒以内にスキップできない31秒を超える広告。これに関しては YouTube の動画の最初につく広告は5秒でスキップできるものです。で、なのでこれに当てはまりません。で、続いては2つ目、動画の途中に表示されてユーザーの楽しみを妨げるミッドロール広告、まあ、要するに間に挟んでいく広告ですよね。で、これも YouTube では今後、まあ、先ほども言いましたけど、8分以上の動画に広告がつけられるようになっていきます。でもこれは8分未満の話なんで、これも当てはまらないんですよ。最後3つ目、動画の再生画面の3分の1の中央に表示される広告、または画面の 20% を覆う広告。で、これも今のところ YouTube の広告って、こう画面のこの下にこの辺りピョロンとね、ちっちゃく出る、あの長方形のバナー広告が出るぐらいで、ここまで大きいものって出ないですよね。3分の1を覆うからもうこれぐらいですよね。僕の顔隠れるか、まあこんな感じだったりしますよね。だからこれも当てはまらないんですよ。なので、もしかしたら YouTube 以外の先ほど言ったように動画サイトではこういった広告が表示されているのかもしれません。でも YouTube の動画広告はこれに当てはまらなかったってことなんですよね。そしてもう一つ、これは Google Chrome のブラウザーで YouTube を見ている場合、だから要するにパソコンなんかで結構皆さんこの Google の Chrome のマークありますよね。あれで見ている場合なので、スマホとかタブレットで YouTube 見る人ってほとんどがあの YouTube のアプリから見てることが多いですよね。きっと皆さんも YouTube のアプリから見てること多いと思います。なので、この新ルールの対象にはなりません。ね、なので、現時点では、この新ルールによる皆さんの広告収益への影響はほとんどないと思っています。なんですけども、YouTube からの公式の発表というのはまだないので、まあ、それもね、今後しっかりチェックしていく必要があります。なので、まあ、とりあえず、この8分未満の動画に広告つかなくなるってものに関しては、まあ、YouTuber の皆さんにとっては影響はないと思っていただければ大丈夫です。そして最後、4つ目。YouTube Analytics から RPM が確認できるようになりました。で、この YouTube Analytics の収益の項目にね、実は変更があったんですよ。2020年7月9日から。で、それがね、こちら、RPM っていう表示です。これは視聴回数1000回あたり、クリエイターが受け取る平均収益額っていうのを示すものなんですよね。で、これまで、この項目にはですね、収益化対象の推定再生回数っていうのがね、表示されていたんですよ。で、これはですね、広告がついた動画が何回再生されたかっていう数字なんですよね。で、なので実際に広告収益としてこれを元にして計算していくと、私たちが具体的に受け取る金額っていうのはちょっと計算しづらかったんですよね。なので、この収益の計算っていうものに関して結構不自由を感じている方が多いんじゃないかなと思います。ですけど、今回の新しい指標、RPM っていうのは、YouTube Analytics に報告される収益、だから広告収益、YouTube プレミアム、チャンネルメンバーシップ、スーパーチャットなどですよね。その合計金額を同じ期間内の合計視聴回数で割って、で、そこに1000をかけた数字で算出しています。つまり、RPM ではアナリティクスに報告されるあらゆる収益と視聴回数っていうのを考慮されるために、もう自分のチャンネルで発生した収益を総合的に判断できるようになるんですよ。で、ちなみに私のチャンネルだと、今これ見たら大体ですよ。大体 RPM が300円ぐらいでした。だ、これどういうことかというと、RPM が100だった場合、ね。100円だった場合は、1000回再生で100円の収益ですよね。で、次に100万回再生で10万円の、ね、収益になります。だから、RPM が300だった場合は、1000回再生で300円の収益。100万再生で30万円の収益が見込めるということになります。要するに、RPM が100円と300円では、同じ再生回数でも収益が3倍違うということになります。で、この RPM を高めていくにはじゃあどうしたらいいんだろうってことになると、結局は動画をしっかり見てもらう、最後まで見てもらうってことが重要になってきます。ですので、今回新たに使えるようになった RPM の方が広告収益を知る上で優れた指標となっています。で、この RPM っていうのは収益化している YouTuber であればもうすでにアナリティクスで確認できるようになっておりますので、どんどん活用していってください。というわけでですね、今回は2020年7月から8月にかけて行われる YouTube の広告収益に関する大きな変更点というのを4つお伝えさせていただきました。収益化している YouTuber にとってはどれも知っておくべき大事な内容なので、ぜひ覚えておいてください。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice movie!